キューバチャンス。世界のスーパーエース、超人ことミレイヤ・ルイス。その高い打点から繰り出す鋭いスパイクは見る者を魅了してやまない。アメリカのチャンスだ。パワーとガッツあふれるプレーでアメリカチームを率いるカレン・ケムナー。むき出しのファイティングスピリットでファンを引き込む。16歳で国際舞台デビューを果たしたアルタモノア。18歳の今、世界の壁としてバレー界に君臨する。のトップを切って誕生いたしましたヤオハンプロ世界選抜チームが日本に上陸いたしました。ライブ UFO94 ヤオハンプロ世界選抜対全日本女子のゲームを三谷優子さんと一緒に実況松倉悦郎でお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中国のあの老兵が監督、キューバのルイス、アメリカのケムナー、ロシアのアルタモノア、中国のウタン、セッターソケイケンと、まさにバレーボールのドリームチームと言っていいですね。ここ10年ぐらいのバレー界を引っ張ってきたエースが、今日一堂に集まったなという感じですね。だから非常に贅沢なチームを作ってきたなという感じはしますね。なんせ10日前に全員が揃いました。そのためにコンビは今一つですが、それぞれの個人技は実に素晴らしいものがあります。一方の全日本女子、横田全日本がチームを組んでまだ4週間足らず、空中戦を仕掛け点を取れるチームを目指すというんですが、はい、そうですね。確かに打つことはたくさん打ちますけれどもね、そこまでのつなぎ等々にですね、まだ若干こうチームが多いなというところがありますので、今回は本当に世界的に打ってくるチームですからね。ヤオハンジャパンというのはものすごくすごく打ってきますから、それをどう拾って自分たちの攻撃につないでいけるかというところが課題だと思いますけれども、はい。ヤオハンプロ世界選抜の中で特に注目する選手というと誰を挙げますか？やはりキューバのルイス選手、はい、それから、アルタモノア、これにアメリカのケムナがどう絡んでいくか、非常にこの3枚のそれぞれ個性の違うエースがどういうふうに絡んでいくかというのは非常に今回はもう楽しみですね。そうですね。とにかく個人個人のレベルを取りますと、もう世界でトップクラスの選手たちが集まったと言っていいでしょうね。もうトップクラスというか、ここ10年ぐらいをずっと世界を引っ張ってきた選手が集まってきたなという感じです。はい、しかも率いるのが老兵。三谷さんは現役時代に老兵とやったことがあります。もう散々泣かされましたけれども、老兵のスパイクをブロックしたことがあります。はい。でこの間ちょっと老兵に会ってきたんですけれども、はい、2歳の子供がいるんだと言って写真を見せてくれてね、はい、で時が流れたなということをつくづく痛感しましたけれども、はい、三谷さんは未だに一人。すいません。今映っておりますのがあの老兵です。世界の大砲と言われました。78年のアジア大会でデビューした老兵です。指導者として日本に戻ってまいりました。さあ両チームのスターティングメンバーの紹介です。全日本の1番が大林素子、2番長富選手、2番セッターの長富、4番山内美香選手、4番バックアタックの山内美香、6番吉原智子選手、うまい攻撃を仕掛けます6番が吉原、7番福田京子選手、素晴らしい筋肉の持ち主です。パワーで打ちまくります福田、9番田尻麻子選手、日本のチームに笑いをもたらしてくれるのはこの人です。田尻監督、横田忠義、あのミュンヘンのゴールドメダリスト横田忠義、全日本女子を率います。フィジカルトレーナー荒木和則、マネージャー花田美奈子、以上です。以上が全日本女子のスターティングメンバー、そして注目のヤオハンプロ世界選抜です。4番キム・オーデン、192センチあります。6番男性的なトス回しをするセッター、ソ・ケイケン、そして日本でも大変人気がありますケムナー、サージャントジャンプ1メートル3という世界の超人ルイス、190センチのセンタープレーヤーカルバハル、まだ18歳、
世界の顔となりましたアルタ・モノア。団長はテオルヘ、そしてあのローヘイが率います。レフリーが森仁一、副審が梶康雄です。コート向かいまして右側がヤオハンプロ世界選抜、左側が全日本です。長富のサーブで始まります。さあアンダーで上げてアルタモノア、足の長いスパイクを軽く打ちました。高いですね。今なんかも軽く打ってますけど、ブロック一生懸命飛んでるんですけどね、日本の方も、はい、思わず場内がシーンとなりました。さあ長富は誰を使うか、おっとコンビニスです。ソケイ君は長富の得意のターンですね、ターン打ちですね。13歳の時にヘルヘ監督にスカウトされましたカルバハル、今年24歳です。ジャンプトス山内、ちょっとこの山内とのコンビが合ってないんですね。今なんかもちょっとタイミングがあの山内の方がちょっとあの早い感じですね、はい、得点が2対0、ヤオハンプロ世界選抜2ポイントリードしています。全日本サーバー6番の吉原、ストレートサーブ、低い姿勢からのトスアップ、レフトからもライトからも打ちます。アルタモノは、もう一度見てみましょう。今ソケゲンのすごいあのトス回しですね。そうですね、この人は左手も使えます。大変華麗なしかも男性的なトス回しをします。日本はコンビを見せました。1人を取りに飛んで大林です。もう一度見てみましょう。ブロックがずれています。あのタジミの B に引っ掛けた、あのコンビですね。そうですね、とにかくあの長富としてはブロックを1枚半あるいは1枚にしなくてはいけません、常に2枚疲れると苦しくなります。さあ福田、チャンスボール日本です。長富はおっとトスはちょっとばらついている。ラリーが続きます。難しかったですからね、アウトですね。カルバハルのスパイクがアウトとなりました。昨日のゲームを終わってもう少しトスを高くしてくれと、そしてこのカルバハルはバック行くとサーブレシーブに入るんで速攻に入れないじゃないかと文句を言っていました。この人です。今のカルバハルをおとりに引っ掛けて、はい、あのリースですね、もう一度見てみましょう。日本のブロックが1枚です。もうこうなるとルイスの世界ですね。そうですね、山内、さあ大林、苦しいトスですがなんとか打ちました。得点が2対1、サーブ権が日本です。サーバーが大林、アルタモノア、ソケイ君、軽く相手コートに返します。カルバハル、さあ福田、あったブロックフォローできない。こういうブロックフォロー、それからつなぎ、これをきちっとやらないと日本に勝ち目ありません、サーバーが10番のカルバハル。陸上、バスケット、フェンシング、スポーツは万能選手。サーブレシーブがちょっと乱れた。ブロックをフォローします。高く放り上げる、打ち切れません。さあ誰を使うか、オーデンか、いやレフトを使いました。これはルイスあのうまいですね。今は真下に打つかなと思ったんですけど、非常に足の長いスパイク打ちましたね、はい、ここへ来てあのルイスがだいぶ考えてスパイクを打つようになりました、あの前はもう真下にという感じで、そうでしたね。どうでしょう、今のもちょっとトスが低い感じ、低かったですね。ただあのタジミ非常に早かったんですね、スイングが、だからあの、オーデンの方がちょっとついていけなかったですね、はい、スパイクサーブです。セッターにきちんと返る、ルイスが軽く返しただけ、これは決まりました。福田が決めています。7番が福田、だいぶブロックが2枚疲れた時にタッチアウトを取ったり考えたプレーができるようになりました。得点が3対2です。田尻のスパイクサーブが続きます。ケムラーがしっかりとキャッチしています。ワンレッグを見せました。4番の
キンバリー・オーデン、オーデン三姉妹、エレーナ・ベブ、一番上のお姉さんです。早いサーブ、アタックラインの後ろからトスを上げて、これはバックアタック、ブロックにかけています。オーデン、アルタモノワの高いところからのフェイントです。今はあの3枚ブロック飛びましたから、もうあそこのコートの真ん中に落とすのはもう一つの作戦ですね。そうですね、日本もアルタモノワに3枚ついたり、いろいろブロックを工夫しているんですが、なかなか思うようにいきません。早いクイックを見せました。やはりこの真ん中をもっと使っていかないとダメでしょうね、いきなりレフト行っても。そうですね、あの今みたいに早いやつで、まあ、田島と吉原がかなりこの頃調子を上げてますので、まずあのセンター線でずあのブロックを真ん中に引きつけてサイドに散らすという方のやり方の方が賢明だと思います。そうですね、それからあの今のようにブロックにワンタッチしているボールというのは絶対にフォローしなきゃいけませんね。あのブロックっていうのですね、まあ、攻撃的な意味はありますけれども、守備的な意味の方が強いですから、はい。これはアウトです。7番福田のバックアタックアウトとなりました。日本は昨日24本バックアタックを放ちまして6本ヒットしております。一方のヤオハン世界選抜の方は15本です。4番が山内、得点5対2、3ポイント差を追います。早くも横田監督の檄が飛んでいます。早いシークイックを見せました4番のオーデン。もう一度見てみましょう。とても即席にコンビを合わせたチームとは思えませんね。であの今うまかったのはですね、はい、あのセッターのソケキンが、移動しながらバックを上げたんですよ、はい、でちょうどあのそのセッターの影に隠れるような感じでオーデンがやってきましたので、はい、非常に、まあ、高度なトリックですね。さあ山内、ややレシーブが弱いアルタモノアを狙いました。ヤオハンプロ選抜ではアルタモノア、それからオーデン、カルバハル、この3人がややレシーブが弱いんです。得点5対2、1人飛ばしてケムナーです。さあ今度はセンターを使ってブロック1枚で止めました。はじみが1枚で止めています。今のようにブロックを読む、絞り込む、これが大事となってきます。非常にたじみはですね、このブロックのタイミングがいいですね、はい。得点5対3、さあブロックからリズムを取っていきたい日本。アルタモノア、今も2枚ブロックしっかりついていた。なかなかあのブロックのタイミングはいいです。タイミングはいいですね、タジミはもういいところでそのブロックポイント、ずいぶんあのバルセロナオリンピックでもこのタジミのブロックからチームのリズムが蘇ったところがありますので ね、得点が5対3です。アルタモノアのスパイクサーブ、山内、相変わらずトスがばらついています。どうもあの中国のセッター蘇慶健と比較してしまうせいでしょうかね、長富のトスのばらつきが目立ちます。ボールの下に入るのもちょっと遅いようですね。そうですね、あのちょっとまだ選手一人一人 の、 その好きな高さっていうのがですね、まだ安定して供給できてないという感じですね、ただしかしあの日立の選手が5人いますからね、普段コンビを合わせているはずなんですが、得点5対4、田島の素晴らしいブロックが続いています。サーバーカタックアルタモノア、ほとんどフォワードの感じで打ってますね。アタックラインの後ろから打っているスパイクです。得点5対4、ヤオハン世界選抜ワンポイントリードしています。サーブレシーブがちょっと乱れている日本。アルタモノア、さあ大林がサーブに下がります。得点が5対4です。1点を追います全日本。大林のサーブ、さあルイス、長富がフォロー、大林がトスを上げて山内、さあバックアタックアルタモノア、よく拾いました。ちょっとコンビが合っていませんが、この辺りが即席のチームです。普段だったら何でもないんですが、カルバハルがお見合いをしてしまいました。日本5対5追い上げています。7番がケムナーです。非常にガッツのある選手。ルイス、さあ日本粘ります。今のルイスのスパイクはその場で飛んだんですよ、助走つけてないんですよ、スタンディングですよ。すごいですね、スタンディング、まあ1メーター3センチっていう、はい、まあ、あの攻撃はありますけれどね、まあ、それぐらい飛びましたね今、はい。さあバックアタック、バックセンターからのバックアタックです。
非常に八尾ハンジャ、方はですね、まだこう守備の、テリトリーの配分がうまくいってないのかなっていう感じはありますけれども、非常に感心するのはですね、ミスがあった後必ず話し合ってますね。あ、そうですね、ごめんという感じじゃなくて、これは誰のだという確認をしてますので、そこがプロだなという感じはしますね。とにかく老平監督は練習を見ておりましても、日本の一人一人のスパイクのコースのデータをきちっと取っています。そしてプレーを中断してブロックのフォーメーション、レシーブのフォーメーションなどを指示します。アルタモノアです。さあ日本が拾い始めています。お、回り込んで移動攻撃です。4番のオーデン、今のもブロックに当たっているんですがフォローがありませんでした。得点6対5です。日本はとにかく粘って粘って粘り抜かないとバレーにはなりません。まだ低い、しかし何とか決めています。今も早かったですね。だから このようにサーブレシーブがきちんと長富のところに返ればセンター線使えるわけですから、とにかくサーブレシーブを絶対にセッターに返すというところを、目標にやってほしいですね。軽く打ちました。山内、おっと大林、体の正面に来たボールです。弾いてしまいました。得点が6対5、サーブ権がヤオハン、プロ世界選抜です。さあワンレッグスパイク、いいですね。6番吉原、もう一度見てみましょう、ブロード攻撃です。今なんかもきちんと長富のところに帰るからこういう攻撃できますからね。そうですね、ブロックを1枚にしております。長富のサーブ、高いトス、アルタモノは、とにかく日本の選手とスパイクのコースがどうでしょう、だいぶ違いますね。高いってこともありますけど、かなりギリギリのコース狙ってますね、さあジャンプトス、大林、得点が6対5、サイドアウトは5回目を数えます。吉原のサーブです。アルタモノアからセッターに帰って切れ込んだのがケムナーです。今も10番のカルバハルがおとりに飛んでいました。ご覧ください、完全にカルバハルにみんな飛びました ね、そうですね、とても23日に全員が集合したチームとは思えません。一人一人の持っているバレーボールのテクニック、かなりハイレベルなものがあります。得点7対5、老平監督、そしてヘオルヘ団長です。アルタモノはストレートサーブです。長い手を使って押し込みました、10番のカルバハル。8対5となりました。全日本最初のタイムアウトです。ジャンプサーブ、切り替え。大人になるにはマルチメディアが必要なんだよ。買ってすぐ使えるマルチメディアパソコン、 FM タウンズ2フレッシュ。自分をスタート。結局生きていくにはマルチメディアが必要なんだよね。買ってすぐ使えるマルチメディアパソコン、 FM タウンズ2フレッシュ新登場。自分をスタート。富士通。5月8日、あ、もうすぐ母の日か。母の日に感謝の気持ちを送る。そうか、電報がある。ありがとう、お母さん。電報115。もう一回やりましょう。これと声だけ。よし、行こう。なるべく取ってもいいしね。二人で。
さあ集中して。1本。ハンド。横田監督のアドバイスというのは非常に短いアドバイスですね。まあ、精神的なこととか、まあ、とにかく、こういうところでは細かい技術論を言ってもしょうがないですからね、選手たちのやる気を促すという感じですね、はい、そうですね。コートリーダーは1番の大林素子です。さあ得点が14対12、バレーボールではあと1点、この1点が非常に難しい。山内長富、さあ福田、思いっきり乗せています。もう福田今日いいですね、いいですね、で先ほどまでのストレートストレート打ってブロックがストレート側に移ってきたところでクロスですね、はい、2回目のセットポイント。ケムナー、さあルイス、その前に日本にタッチネットがありました。日本にタッチネットです。ここでルイスがバックに下がります。フォワードにはアルタモノアが上がってきました。ルイスのサーブ、サーブポイント、今日は徹底して山内が狙われてます、サーブ、はい、世界選抜2本目のサーブポイント、14対13、追い上げています。これもまたサーブカットが乱れている。大事なところでサーブカットが乱れています。山内高いトス、アルタモノアよく飛び込む、大林がよく飛び込んだ。さあ福田、トスが、はい、近い。さあこれを誰が打つか、福田が打ちます。ワンタッチありました、ワンタッチあった。さあ日本3回目のセットポイントです。得点が14対13、日本のリードはわずかに1ポイント。福田のサーブです。アルタモノは今のも取れるボール。アルタモノアというのは表情を変えない人です。ワンタッチありません。吉原のスパイクがアウトとなりました。さあこれで14対14、並びます。何かもったいないですね、14点まで取っていて日本にミスで点をやっています。その辺がまだちょっと、まあ、チームができてばっかりという感じのところがあると思うんですね。アルタモノはチャンスボール。さあ山内、これも拾われている。ルイス、ルイスのバカタック。今度は誰を使うか、今度は高いトスです。バックアタックが来るかと思うと高いトスを打たれる。ちょっと日本のブロッカー迷ってしまいます。今なんかでもね、決していいトスじゃなかったんですね、はい、アルタモノに上がったトスが、はい、しかしもう全然ものともしてないですね。そうですね、ヤオハンプロ世界選抜最初のセットポイントとなりました。うまく切っています、バックアタック。今日福田がいいですね。いいですね、7番の福田。さあそしてサウスポー長富のサーブです。誰を使うか、アルタモノア、徹底したアルタモノアです。もうここはエースに任せます。ヤオハンプロ世界選抜2回目のセットポイント、得点が15対14。オーデンのサーブ、ジャンプトス、大林の速い攻撃、ルイスが拾う、ソケイケン、さあこれを打てるか、思い切って打ちました。11番のトーレスです。後ろから上がってきたボールセンターで、ね、あの角度は普通は絶対に打てないんですが、ヤオハンプロ世界選抜第1セット16対14と取りました。モニターがついた富士フイルムのシンプルハイエット、軽くて簡単、ダビデビデオグーのシンプルハイエットは押すだけ簡単、ママのビデオグー。ズームとモニターがついたシンプルハイエット。
のドリームマッチが今ここに実現。いつも新しい時代を見つめるヤオハンジャパンが応援します。ヤオハンジャパン。出てきた出てきた出てきた。俺が馬あれ、うん、いいね、いいツヤしてんじゃん。ねえ、ありがとう。俺の馬さん最高。あ、来た来た来た、俺の馬ナミ最高。いや、なんかワクワクするね興奮してきたね。はい、行きちゃった。気合入りすぎてない。あの馬ね、ちょっと頑張りすぎかもね、レース前から、ね、あなたがいるから競馬は楽しい。あれ俺一応抑えてんだけど。競馬場で会いましょう。取るのうまかったんですよ、高さはなくても、で彼女に、うん、彼女と同じぐらいタイミングを取るのうまいんじゃないですかね、はい、近いトスですがものともせずに打ちます。ご覧ください、もう軽々と打ってしまいます、はい、でルイスの非常に特徴的なのが、ほとんど前に飛ばないんですね。彼女踏み切って真上の方に上がるんですよ、はい、ブロードしない、だから非常にあのネットに近いトスでも、はい、あの日本の選手とか他の選手に比べて、あのコースは打てます。なるほど、その対照的なのがブロード気味にジャンプをする山内ということになります、そうですね。だからちょっとあのトスがブレますと、踏み切りの位置が若干ね、はい、あの良くないところに上がりますとボールの下から叩いちゃうっていう感じですね。サイドアウトは5回目を数えます。得点1対1、試合が第2セットです。さあバックアタック、ネットですね、得点が2対1です。ヤオハンプロ世界選抜第1セットを取りました。第2セットもリードしています。速いサーブ、6番の蘇慶健。この人は確か16歳の時高校選抜で初めて日本に来ました。素晴らしいセッターだなという印象があったんですが、それから着実に伸びました。さあ山内、アルタモノアです。あ、今ちゃんとターンですね、得意のクロスかな、はい、まっすぐ打ってくるかなと思ったら完全にひねりましたね。ひねってます、とにかく日本としては高く放り上げて打たれるバレーをやられたらもうこれ手も足も出なくなってしまいます。ややタイミングがずれました。しかし真ん中に落ちています。6番が吉原、得点4対1です。日本ももっとこうセンターブロッカーが頑張ってほしいですね、で、まあ、攻撃の組み立てとしてはやはりこれだけ大きな選手たちを相手にするんであれば、あのセンターを中心にボール回しをした方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうしても長富はサイド中心にボール回ししますんでね、はい、第1セットはそれが成功していたんですが、で、あの吉原にしても田嶋にしても随分決まってたんですけども、もう少しそれでブロックを真ん中に引っ掛けて外外とボール回しをして、でブロックアウトを狙って打っていくっていう方が、こういう大きな選手たちを相手に戦うにはいいんじゃないかなと思うんですね。ハイキック見せました。これです、これですね。これをもうあと何本かちょっとブロック止まられるまで使って、あとサイドに散らしていった方がいいですね。そうですね。そうすると必然的にセンターに2枚ついてきますからね、そうです。ラフラー上がったサーブ、決めたのが9番の田嶋。日本を追い上げます。4対3、西原も今荒れたものは狙ってる感じですね、さあアルタモノはブロック、決まった。はじみですね。はじみです。はじみのブロック5本、すごいですよ、昨日は6本決めています。ブロックも意識付けをしまして、とにかくあの神歩きのブロック、それからスタンディングでのブロックは絶対ダメだと、横田監督はうるさく言っています。前に踏み込んでブロックをしなさいということで、いわゆる男子型ですね。そうですね。得点が4対4となりました。とにかく今日はこのセッターの蘇慶健のうまさが光ります。非常にあの相手のコートがよく見えている選手ですね、それから柔らかいですよ、上体が、はい、あの潜り込んで、まあ、あの膝つきながら上げちゃいますからね、これは速いクイックです。11番のトーレス、ご覧ください、ターン打ち、今あのマンツーマンでブロックになってますよね、ということは蘇慶健がどこに上がるかもう最後の最後までわからないということですね、はいはい、もうあの大体2枚疲れて
ってしまうときは、上がる前からセッターの上げる位置が分かってしまう。とにかくこのファイティングスピリットは実に見事です。はい、7番のケムナー、そこまで追いかけていきます。こうしてすごいですよね。すごいですね。練習でもね、あの中国の選手のところ行ったら超陽つってね、からかったり、非常にユーモアのある選手です。そうです、チャンスボール日本。バカタックだ。おー、ブロック2枚。バカタックをブロックで止めちゃいましたよ。まあ、あの11番のトーレス、最初からもバカタックって読んでたんですね。はい、得点4対4、サイドアウト5回目を数えます。山内、ブロックアウト。両ウィングからの攻撃というのはこれでいいわけですね。あのブロックアウトですね。そうしますと両ウィングからのブロックアウト、そしてセンターからの速い攻撃と、それを絡めていった方がいいですね。相手のブロックの突き方がまた変わってきますから。そうですね。さあチャンスボールですが、あっとチャンスボールがチャンスボールになりませんでした。このあたりまだできて4週間という、まあ、あの普段やってるバレーボールと、はい、その横田監督の目指すバレーボールがちょっと形が違うんですよね。山内なんかがいつもやってるバレーボール、その辺での戸惑いというものはあると思います。はい、さあアルタモノは今のも正面のボールです。得点が5対4、ヤオハンプロ世界選抜ワンポイントリードしています。さあブロード攻撃、ブロックにかけている。軽く打ちました。オーデン、これは大林が打ちます。ケムナー、処刑権は誰を使うか。ルイスを使った。大林が拾っている。さあ福田、あっと大林がいいプレーをしたんで、ここはつなげてほしかった。ヤオハンプロ世界選抜に6点目が入っています。ここで離されてはいけません。全日本、ルイスのサーブ、一度ふわっと空中で浮きます。トスが低い。低かったですね。確かに7対4となりました。全日本最初のタイムアウトです。切り替えてな、気持ち切り替えて、一回最初からよ。高めました。もう一歩回せばいい。痛い。思った通り思い切り入る。後飛ばせる。しかし今まで見てますと、ちょっとこれセッターをどうにかしないとこれから全日本大変ですよ。まあ、確かに中西、それから名取、長富というふうな感じでセッター上がってきてるんですけどね。はい、まあ、やはり 長富あたりに頑張ってもらわないとっていう意味は強いと思うんですよね。他にやはりどこのチーム見てもちょっとセッターが今いませんからね。いないっていうことが現状ですからね。はい、開いて待っています。福田、コースを変えて打ちました。もう一度見てみましょう。あ、ブロックがちょっと低くなっています。ソケイ君、それでもセッター179あります。アルタモノは190センチ。さあルイス、今スタンディングですよ。ルイススタンディングですね。しかもバックアタックでした。自分で打って決めて笑っています。ご覧ください。上がってきてびっくりしちゃったんですね。それでも打ちましたからね。はい、まあ、意識的にこのコンビを使おうという老兵監督の意図が分かるような感じがいたしますね。こういうのでいいんですね。はい、日本はね。はい、センタープレイヤーの吉原です。回り込んで打ちました。7対4。場内からも長富さん頑張ってというセッター長富への声援が飛んでいます。これは強いスパイクでした。得点が7対4です。オーデンのサーブ、さあ大林、大林のスパイクはアウトとなりました。得点が8対4、じわりじわりと差が広がっていきます。ヤオハンプロ世界選抜、
オーデンのサーブです。大林ルイスからオーデン、難しい。さあこれをおっと2番の長富、得点が9対4となりました。大林ジャントス、さあ山内ルイス、ソケイ君はアルタモノを使います。山内さあバックアタックブロック、ああもうブロックがあのバックアタックが完全に読まれていま す, ます、ね、2回目のタイムアウト。5月8日あもうすぐ母の日か。母の日に感謝の気持ちを送る。そうか、電報がある。ありがとうお母さん。電報115。得点が10対4です。第1セットは16対14でヤオハンプロ世界選抜。たじみのスパイクサーブ。おお、1人時間差。長い手を使う。よく拾っています。さあ、大林スタンディング。これはネットを越えませんでした。今タジミがいいプレーをしたんですが、あのタジミがね、ここ何あの 1,2 年で非常に伸びましたね。そうですね。サイドアウトは8回目。高いトス、ブロックアウトを取っています。7番の福田、今日福田があの当たってますからね、福田でなんとかこう切り抜けていったらいいと思うんですよね。ソケイ君フェイント、どうしても強打を警戒してしまいます。いつの間にこんなことを覚えたんでしょうか、18歳のアルタモノは。あの2年ぐらい前はね、あの打っても大丈夫かなっていう感じだったんですけどね、自分も成長しました。山内さあブロックフォローします。ソケイ君、ナトリが拾う、村田ライトから村田が決めています。セッターをこの村田という構想もあるようなんですが、これも面白いですよね。高校時代は2セッターでした。左利きで、はい、非常にあのいいと思いますよ。それで2セッターっていうのが、まあ、あの夢だと思うんですよ、はいはい、世界ではもうキューバがずっと2セッターでやっています。大林をコートに戻しました。サーバーが長富です。狙えアルタモノはブロック、ブロック決まった。吉原です。ご覧いただきましょう。昨日のゲームで山内と激突いたしまして膝を痛めております。吉原さあバックアタック、この人を忘れてはいけません。バックライトからルイス、次ご覧ください。はいですね、それからネットを通過するのの早いこと、あの非常にあのスイングの速さ、それからその打球の速さというのは定評がありますね、はいはい、
見るよりも受けた方がもう数倍早いです、はい、ここで吉原に変えてナッタを入れます。またここは天井サーブでしょう。普段はこの人はスパイクサーブを打ちます。ゆっくりゆっくり待つ。これはアウト。第1セット同様、ナッタの天井サーブでワンポイントを取っています。得点10対6。アルタモノは素経験1人飛んで11番のトーレスです。ナッタ選手も今日この会場へ来て初めて天井サーブ打ったんですが、なかなかいいですね。スパイクサーブ、これは早い。さあなった、返しただけ。9番の田島ルイスはブロックアウトを取っています。ああいう判断がうまいですよ ね、いですね。タイミング取りづらいなと思ったら決して無理はしないで、はい、そういう判断が本当にすごいなと思うんですよね。得点が11対6。さあ大林、いいですね。大林のブロードワンレッグで打ちました。もう一度見てみましょう。タジミを飛ばして、はい、で大林、要するにコンビの中にブロードを絡めたという形になります。そうです。あれ、そのまま外に開いちゃうとつまらないんですよね。福田が止めました。ご覧ください。斜めにして止めていますよ、完全にウータのコースを抑えました、そうですね、日本のブロックが4本になりました。これはアウト、アウトです。よくジャッジメントしました。7番の福田、11対8、その差3ポイント。今度はヤオハンプロ世界選抜がタイムアウトを取ります。あっちゃんじゅう9時から映るんです。切り替え。5月8日、あ、もうすぐ母の日か。母の日に感謝の気持ちを送る。そうか、電報がある。ありがとう、お母さん。電報115。何それ。ねえ、何、水入りのカチカチ。水が入ってるから超みずみずしくって素肌っぽい。ルシェルウォーターパスト UV。 コーセルシェルからのプレゼント、コメコメクラブの未公開ライブ映像と秘蔵 VTR が見れちゃう特別企画。チケットのお求めはチケットセゾンのご覧の番号まで。今度はバモヘ団長がスペイン語で話しています。Now, good pass now. 英語も話します。We have three points. ペルドモさん。Three points. Okay. Let's go. つってますね。はい。はい、かなり真剣にね、まあいろんなことを言ってるんだと思いますけれども、はい、多分ペルドモヘルフェさんがスペイン語っていうことはキューバに対してキューバの選手に対していろんなことを言いたかったんでしょうね。はい。あと3点あるんだから落ち着いてということを言ったようです。ルイスがですね、ノータッチだと、自分のスパイクがアウトになった時にノータッチを取ってもらえなかった時にネットを叩いたんですよ、でそれでまあカッカしてるのが分かったんでしょうね、はい。日本はとにかく28回目というヘウルヘさん、かつて日立あるいは東海大学でバレーボールを勉強したこともあります。アンテナの外を通ってしまいました。得点が11対8。大林のサーブです。サーブ権は日本。アルタモノは素経験はオーブロードを使いました。難なく打ち切ります。トーレス
この一歩一歩の幅の広いこと、歩幅が広い。だからあの田尻センタープレイヤーの田尻がついていけないんですよね。そうですね。これはいけません。12対8。せっかく追い上げてきたんで、今のようなサーブミスは絶対やっちゃいけないところ。吉原を入れます。高いトス、ブロックにかかってしまいました。ちょうどブロックの餌食になっています。13点目。打ちやすいってことは止めやすいってこともありますからね。はい、さあ今度はこれもアンダーです。ワンタッチありました。長富のトスで気になるんですが、あのアンダーでのトスが多いんですね。あのどうしてもですね、はい、あの長富自身もまあ遅いっていうのもありますけれども、あの1本目のレシーブが低いんです、はい、もうちょっとそうすると浮かしてやった方がいい。浮かせないと長富にはきついと思いますね。さあ大林、ラストボール田尻、これはチャンスボールです。ツーアタックを見せた。もう好きなことをやっています。素経験、綺麗なジャンプトス、ブロックをフォローするトーレス。さあバックアタックだ、山内が拾う。さあそして軽くリバウンドを取りました吉原。福田決めた、福田が決めた。いいですよ、なかなかいい。 今守りで頑張りました、とにかく日本が勝つには守りで頑張らないことにはどうしようもありません。得点13対9。最後決めたのが7番の福田、はじめのスパイクサーブです。さあルイス、まさか私のところに来るはずがないといった感じの福田でした。あそこはまず来ないですからね、はい、で、あの一番選手として腐るっていうのはですね、自分がこういいヒットだなと思って打った時に拾われて、それを逆に決められると非常にリズム壊しやすいんですね、選手ってのは。今全日本その前非常に良かったんで、今もサーブレシーブが乱れています。こういうことをやるとやはり相手のリズムになるんですよね。大事なところでサーブレシーブの乱れが目立っています。今日の全日本最初のセットポイントです。大林軽く打ちました。7番の福田が決めています。最初のセットポイントを逃れています。得点が14対9。サーブ権は日本。福田のサーブです。トーレス、サーブレシーブが乱れた。さあ誰を使うか。大バックアタックです。これはアウト。2回目のセットポイント。2段トスをバックに上げるのはいいんですけど、今のような苦し紛れじゃなくてちゃんと戦術としてやるべきですね。そうです、バックアタックはそういう風に使うべきですね。さあ山内、ようやく山内らしいスパイクを決めています。得点が14対9。あるいは肩が痛いのかもしれません。アルタモノ、さあもう一度アルタモノは、今も苦しい体勢から打ってるんですよ。しかしあのその前の素経験が非常にいいフォローしましたよ、はい。ネットにギリギリのボールだったんですよね。さすがですね、はい。セットポイントは3回目を数えます。大林、さあ大林、フォローする。さあ素経験は誰にあげる。アルタモノにあげた。日本も田尻が拾っている。ネット上です。ブロックは2枚しっかりついている。吉原がトス上げて大林ブロックアウトを取りました。このピンチを大林で切り抜けています。得点が14対9。サーブ権は日本。吉原のサーブ、すごいドーッという歓声が湧き上がりました。11番のトーレス、これで4回目のセットポイントを迎えます。4番が山内、アルタモナのスパイクサーブ。吉原から大林のスパイク、わずかにアウトとなりました。結局第2セットは15対9。これでヤオハンプロ世界選抜が第1セット第2セットを練習しております。ロ
ロリエスリム新発売。ねえ、ちょっとこれは感動ものだよ。ほらね、ウイング付きなのにテープのゴミが出ない。これはすごい。使ってみる。超薄型ロリエスリム新発売。よし、できた。お乳の安心ください。若い女性の保険、レディースリーグ乳登場、ニッセイ。あはは、ふふふ、永遠の方法で、あはは、の母、冷凍お稲荷さん。冷凍のお稲荷さん。味わいお揚げにふっくらご飯、出ました、冷凍お稲荷さん。みつかん。 Lover of mine, Lover of mine, where can you be, where can you be, welcome summer. Captain Santa, produced by Joymark Design。一番の贅沢は自然であることだと思います。有機栽培の自然のままの美味しさ、有機丸大豆の金銭醤油。山さん、入った入った入った。レギュラーガソリン日赤ダッシュにワーキレー、入った。レギュラー入れるなら日赤ダッシュ。日赤。試合は第3セットに入ります。コート向かいまして、右側がヤオハンプロ世界選抜、左側が全日本です。第1セット16対14ヤオハン、第2セット15対9。この第1セット第2セットを見ててどうですか。非常にヤオハンの方のですね、攻撃、いわゆるオフェンス面が非常に、見応えがあるなということと、全日本の方のですね、やはりチームの仕上げ具合がまだちょっと途中かなっていう感じですね。はい、まだちょっと戦術的に統一してないところがあるような感じに見受けられますね。今までのどちらかというとレシーブ主体の点の取られないチームから空中戦に持ち込んで、なんとか点の取れるチームを目指したいというのが横田監督なんですがね。それにしてはちょっとバレーがオーソドックスかなという感じはしますね。サーブレシーブのフォーメーション等を見ましてもね。はい、このセットは5番の松川を入れております。センタープレーヤー、その松川のサーブです。長い手でフォローしました。ルイス、スタンディングでバックからの攻撃です。フォワードにいます、9番のルイス。アルタモノはトスが近い、なんとか押し込みました。山内、そのままサーブに下がります。昨日痛めた膝を治療しております。もうアイシングしてるってことはこの試合出ないですかね。そうですね、昨日山内とぶつかりました。ロックをフォローする。さあ誰を使うか、高いトスをルイス、大林、今よく抑えましたね。はい、大林が抑え込んでいます。さあこのセット最初に点を取ったのは全日本です。山内のサーブ、時間差、1人トリックジャンプに飛んでケムナーに打たせました。でもちょっと気になるんですけど、ケムナーも腰かなんか痛いんですかね。はい、本来のちょっとジャンプ力じゃないような気がするんですけども、もう少しキレがありますよね。ちょっと今日引きずるような感じですね。長富、高いトス、福田に打たせる、ブロックにかけている、2で打った蘇慶健、何かこう蘇慶健のキャリアを感じさせます。彼女はもう私と同じぐらいの時からやってますからね。そうですね、非常に長いですねキャリアも。はい、孫新宝がいました、楊錫蘭がいました、そして蘇慶健、はい、歴代名セッターを生んでおります中国。得点が1対1、フォワードは2枚です。全日本トーレスブロック決めた、福田が決めました。もう一度見てみましょう、トーレスのスパイク、なかなかブロックの絞り込み読みは良くなってますね。非常にこのワンレッグの、はい、打ちコースの飛び方って難しいですけどね。はい、今みたいに完全に抑えられるってことはもう自分たちもかなりやってますからね、戦術的に。そうですね、今はもうこのワンレッグスパイクっていうのは当たり前になってしまいました。もう高校生あたりでもやってきますんで。そうですね、Thank you.
大林、またサーブレシーブが乱れています。おっとブロックフォローする人間が誰もいません。得点が2対2。もう一度福田、これがコートの中に入るか、今のようにアウトとなるか、もうこれはでも突きもあるんですよね、まあ、今日はあの非常に福田はついてますんでね、はい、その辺で、まあ、もうちょっと思い切りやってもいいんじゃないかなとは思いますけどね。またバックアタックのトスが乱れています。よく拾いました松川、移動攻撃です。長い手を使ってオーデン、あれはまあ、センタープレイヤーの今タジミが取らなければいけないボールですね、はいはい、そうですね、笑っています。ヤオハンプロ世界選抜の選手一人一人言葉が違います、習慣も違います、バレーボールも違うんですが、なかなか個人技だけでなくコンビも取れているところを見せています。さすがにプロだなって、プロですね、思いますよ、その辺が、ね、取れてしまうっていうのは、はい、とにかく違うトスの質のセッターを打つというのは大変なことなんでしょ。まあ、バレー感が変わるに近いぐらいのものはありますからね、だけどこの人たちってもうすぐ非常にバレー哲学っていうのがきちんとありましてですね、はい、でもうその中で責任分担もきちんとできてますから、その辺がやはりプロなのかなっていう気はしますね、はい、今回見てて、はい、ご覧ください、バックアタックをブロックで止めているんです、もう2枚ですね、本当はこの松川あたりが飛んでてそこに引っ掛けてバックアタックを使うならいいんですけどね、それだけ長富のトス回しが読まれているということになります。得点が4対2、当たり前のようにブロックが2枚つくんですからね、このあたりはやはりさすがプロという感じ。1人時間差、キモーデン、松川です。アルタモノは大林、ワンハンドで上げる、松川がトス上げて山内ブロック、ブロックは4番のオーデンです。ご覧いただきましょう、このスパイク完全に今コース読まれましたから、はいはい、山内が思い切り打った分思い切り下に落ちましたね。トスが低い、どうも今日はトスが低い、まあ、こういう時というのは自分でトスを上げていながらも非常に複雑な思いがするでしょうね、やっぱりセッターに悪いっていうふうには思い、あ、セッターがアタッカーに悪いな、アタッカーに、ね、悪いなって思ってると思いますよ、はい、コートに落ちてしまいました、ターン打ちです。初経験の方はですね、上げときゃ打ってくれるっていうアタッカーばっかりですからね、そうですね、その辺は、まあ、気は楽だと思いますよ、はい、初経験のサーブ放り上げます。さあこれを山内が打つ、ルイスが拾う、アルタモノアです。7対2となりました。このセットはどうやらヤオハンプロ世界選抜のペースです。100メガショックネオジオ新キャラクター2人を加えてさらにさらにパワーアップ、ワールドヒーローズ2ジェット、頑張れマットマン、 ADK紫外線跳ね返す、汗や水跳ね返す、白い肌を守るアネッサスーパーサンスクリーン資生堂。エスキモー板チョコモナカ新登場、 T シャツ当たるよ、入った入った入った、レギュラーガソリン日赤ダッシュにワーキレー、入ったレギュラー入れるなら日赤ダッシュ、日赤ソフトクリームはミニストップ、ソフトクリームはミニストップ、ソフトクリームは喋れる食べれるミニストップ、お、こんな細いスティックにチョコがいっぱい、焼き上がりもいいですね、あ
トッポスティックタイプはロッテ。ここだぞ、踏ん張るぞ。得点が7対2となりました。ちょっと全日本としてはどうやって立て直していいのか。センター戦を、1セット目からずっと言ってますけれども、はい、中心に攻撃をやっていかないともうブロックの餌食なんですね。そうですね。それにはサーブカットがセッターにきちんと返らないとできないんです、ね。それとあとあのバックアタックをもう少し戦術的に使ってほしいなという感じですね。今は良かったですけどね、今の福田のバックアタック良かったですけど、あの苦し紛れのバックアタックっていうのは絶対に拾われますからね。そうですね。さあ時間差、ブロックしっかりついています。フォローしているヤオハンプロ世界選抜山内、ブロックにかけています。おお、ケムナーがトスを上げてアルタムナブロック。松川です。嬉しそうな松川、ご覧いただきましょう。ケムナーのジャンプトスを読んでいました。2枚ブロック、得点7対3です。もう一丁という大きな声、横田監督。さあバックアタック、今度は誰を使うか。おっと、ソケイケン、オーデンのスパイクがアウトです。ヤオハンプロ世界選抜のミスに助けられました日本。得点が7対4。サーバーがセッターサウスポーの長富です。ダイレクトスパイク、うまく押し込みました山内です。さあ7対5となりました。ここでメンバーチェンジです。3番高玉手、懐かしい名前が出てまいりました。ちょうどソウルオリンピックあたりですね。そうですね、老兵と体格を組んだりしていました。今年31歳です。やはり三谷さんと同じ世代でしたね。そうです、ちょうど私の後半ぐらいから入ってきた選手ですね。高さとパワーを兼ね備えております。三谷さんもこのくらいできるということなんでしょうか。頑張りましょうか。1番の大林、やっとコンビが出始めました全日本です。バレーボールというのは不思議なもんで、あの波がこっちへ行ったりあっちへ行ったりね、1セットの中でもありますね。特徴がバレーボールというのはヒッティングプレーですから、はい、非常にあの難しいんですね、その辺のリズムをキープするっていうのは。だから行ったり来たりするわけですね。そのドリブルしてキープするってことができませんから、その時間的な余裕を作るっていうのができない競技なので、その辺でやっぱりリズムが行ったり来たりするんではないだろうかと思いますけど。ブロックをフォローします。さあケンナーがトスを上げてルイス、今のプレーなんかとても即席とは思えませんよ。ケムナーがトスを上げてルイスに打たせるんですか。ご覧ください、いいトスを上げました。で、あの小林の方も打ち破りましたね。大林です。日本はもっともっとこの大林を使ってもいいんですが、はい、ちょっと少ない感じですね。得点が8対5。トーレス、長富、ラストボールを高く松川が返します。さあ誰を使うか。おっとトーレスを使いました。つないでいます。ラストボール、さあこれは大林、中央から福田、ダイレクトスパイク、これはすごいスタンディングです。9番のルイス、いやどうです。もうすごいなって、もう一言ですね。でもう一つはやっぱり羨ましいなっていう感じですね。本当です ね、 ネットボールです。さあチャンスボールが返っていく。ワンレッグ、これはフォローする人がいません。日本はもっともっときめの細かいバレーをしなくてはいけないんですが、ちょっと荒くなっています。得点9対5。トスが近い。大林、このケムナーのファイト。さあここでメンバーチェンジ、2枚交換をします。大林に変えて名取、
長富に変えて坂本です。サーバーが3番の名取、ちらっと相手コートを見ます。そしてトーレスに打たせます。ケムナー、もう一度トーレス、最初は強打、今度は軽く押し込みました。はい、しかし今日本のブロックってのは1枚ですよね、大体、ということはもう本当に振られてるんですよ、はいはい、でこれだけ大きな選手が1枚ですとね、もうほとんどフリーバッティングに近いものありますから。なるほど、で逆に日本の、まあ、攻撃には2枚ついてしまう、はい、この辺がやはり日本がこれからやっていかなきゃいけないことなんじゃないかなと思いますね。繋いでいます。さあラストボールだ、誰を使うか、松川から名取、バックアタック軽く打ちました、4番の山内です。何か今日は山内の本来のあのキレのいいスパイクが見られません。そうですね、どうしてもなんかボールの後追っかけ追っかけ打ってるような感じですね、はい、それから腕が触れてないと言いますかね、はい、なんかこう押し出すようなフォームですね。多分、まあ、踏み切りの位置がいつもと違うんだと思いますよ、ああそうですか、こういう時は自分でもおかしいなという意識はあるんでしょ、はい、多分ボールの下に突っ込みすぎてるなって気持ちは絶対あると思いますよ、はい、しかしトスがまあ自分の好きなところに上がってこないと思ってるのかもしれませんね。なるほど、さあ思い切って打ちましたがこれアウトです。あ残念そう、9番のルイス、すかさず1回目のタイムアウトです。ヤオハンプロ世界選抜最初のタイムアウトを取りました。レギュラーガソリン日赤ダッシュにワーキレー入った、レギュラー入れるなら日赤ダッシュ、日赤ミキ、爽やかクロレーツのシュガーレス、ミキ爽やかクロレーツのシュガーレス、クロレーツシュガーレスガム新発売。カンバース、おいしいコンビ、ぽってりチーズをさっくり巻いたフードスナック、コンビで美味しい、カンボス、コンボス新発売。ニューレーシングゴーカート GX、 パワースイッチオン、ゴーゴーカートタマテック、テカってる、テカってるわ、レビューできました。ヒステカ防止のレビュー、カネボウから。うん、テカらない。バザール実施中。ホテルラビエ川寮、21世紀のおもてなし、心新しく温かく、伊東温泉に誕生します。を使えということはもっとバックアタックを使えということなんでしょうかね。今フォワードの方に、今ボールが集中しているということなんだと思います、はい、でもう少しボール散らして、はい、いろんな形で、まあ、攻撃していけば面白いと思うんですけどね、はい、4番のオーデンです。192センチあります。得点9対7、グローバルチームヤオハンプロ世界選抜、言葉の壁は簡単な英語で指示しています。ハイレベルなプレーをお見せしたいと老平監督は言います。クイックを見せました、5番の松川。松川も今年の日本リーグで成長した選手です。どちらかというとセンタープレーヤーなんですが、フォワードのレフトから打つ方がいいスパイクを打ちます。名取、高いトス、山内、決まりません。攻撃手、もう一度山内、今度は決まった。ブロックに当てました。ご覧いただきましょう。名取がトスを上げて、そして山内が打ちます。大栄のコンビです。おー、トスが近い、打ち切れません。攻撃手なかなか頑張ってますね。はい、この間もちょっと見たら私のこと見まして、サンウーダーとかって言ってたんですよ。サンウーダー、はい、はい、で懐かしかったですね、三ツ矢ということですね。はい、そうなんです、はい、中国の選手、私のことサンウーって言うんですけど、
非常に私もふっとこう、はい、バックしましたね。はあ、ははあ。速い攻撃を見せています日本。ブロック、およくフォローした。さあ日本チャンスだ。誰を使う、ナトリ。徹底して山内にボールを集めている。良かったですね。日本のベンチが踊り上がって、立ち上がって喜びます。8対9となりました。その差ワンポイントまで追い上げています。さあここは長富の頑張りどころです。大林も入ります。攻撃手に代わりまして14番のアルタモノアがコートに入りました。さあセッターはしばらくコートから離れてベンチでゲームを見る。これはいいんですよ ね、 そうですね、あの冷静に客観的に見れますからね。はい、ジャンプトス。さあ大林、おっと肩に力が入りすぎ、体も前に入りすぎ、ちょっと突っ込みました ね、 ね。得点が9対8、サーブ権がヤオハンプロ世界選抜です。横田監督。さあ山内、おお山内が途中として蘇りました。はい、面白いもんですね。あのやはり自分で一本、はい、これだと思うものがあった時っていうのは選手こういう風に感じになりますね。さあここで松川に変えてナッタを入れます。ご覧のように右膝靭帯を痛めております。元気ですとこの人のあの大変素晴らしいレシーブをお見せすることができるんですが、いやブロックの上でした。11番のトーレス、ワンポイントで変わります。松川がコートへ。得点が9対8、アルタモノアのスパイクサーブ、簡単に点を許してしまいます。やはりサーブレシーブが一つの課題になりますね、なりますね、これから。はい、はい、とにかくズバ抜けてサーブレシーブがいいという選手が一人もいないんですからね、このメンバーですと。トスも悪い。こうなっては致し方ありません。11点目が入りました。乗ってもええんやったら遊びのてんこ盛りやんか。富士急ハイランド名物フリーパス、おもろいことやってるで。今年の区分けそば違いますでしょう。そば粉が変わった、この出汁本ガツオ、よく分かってらっしゃる。おいしくなったね。セブンイレブン、いい気分。ベビーアーツ、ベビーアーシー、陽気な朝日のオアシス、カルピスウォーターライト新発売。この12キロカロリーが美味しい。夢じゃない。スーパーファミコンソフトファイナルファンタジー6スクエア。もうよーなくんどんでいいね、この歌やっぱり日本人は演歌だね。あ、うん、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 なるほど、ジャイブコーヒー。昔、五目寿司を作るのはほんと手間がかかりましたよ。今は桃屋の五目寿司の種、いい時代ですね。これは、これは繋いでいます。さあルイス、ルイスのスパイクが決まりました。13点目。あれだけあのスタンディングジャンプが高いとですね、はい、どんなボールが上がってきてもなんとかできますね。まあジャンプ力、基礎体力の差なんでしょうけれども、あのハーフスクワットで170キロぐらいやります。はあ、そうですか、はい、これも繋いでいます。これはアウト、これはアウトです。残念そうな4番のキム・オーデンです。得点が13対9。
さあ大林のサーブです。セッターに帰る2アタック、つないでいる。さあ福田、コートの真ん中に決めました。7番の福田、13対10となりました。第3セットです。もう1点もう1点、横田監督のアドバイス。サブロック、フォローする、つなぐ。さあチャンスボールだ。おっとダイレクトで打つ。2番の長富、今の長富のプレーもちょっと分かりかねるんですが、そうですね、ちょっと気持ちが流行ってますね。はい、13対10となりました。サーブ権がリャオハンプロ世界選抜へ移ります。さあここでね、あの全日本の方はもうミスに乗じてですね、はい、一気に行きたいところなんですね。そのためには1本のブロックが欲しいんです。はい、ちょっとタジミが下がりましたね。ケムナ、ソケイケンはルイスを使います。これはいっぱいに入りました。ルイスならではのスパイクのコース。得点13対10、試合が第3セットです。大林、田尻、松川、ダイレクトスパイク。今のようにレシーブはミスしてはいけません。さあ最初のマッチポイントを迎えました。得点が14対10となっております。山内、福田、7番の福田。さあここで山内がフォワードに上がってきます。フォワードは山内、松川、そして長富。移動攻撃、センターからライトへ回り込みました。4番のオーデンです。2回目のマッチポイントを迎えます。ヤオハンプロ世界選抜。ソケイケンのサーブ、バックアタックを使う山内。7番の福田、7番の福田がライトから打ちました。バックライトから。さあ得点が14対10、全日本が最後の粘りを見せてほしいところです。ケムナ、アルタモノはブロックは3枚ですがフォローができない。懸命に飛び込みました2番の長富ですがフォローできません。マッチポイント3回目、得点が14対10です。オーデンのサーブ、山内、ブロックの上フォローしました。オーデン、さあこれを2で打ちます。ワンハンドで上げた、ナイスプレー。福田のナイスレシーブが出ています。山内が打つ、ワンタッチ、ワンタッチ取りました。今のワンハンドのレシーブは見事でした。見事です。福田のファインプレーですね。そうですね、福田のレシーブがなんとかピンチを切り抜けています。得点が14対10。サーバーが5番の松川のサーブですが大きすぎた。場内から大きなため息、横田監督も思わず苦笑いです。その隣が花田マネージャー。マッチポイント4回目、スパイクサーブです。さあ誰を使う、大林を使った、ブロックにかけている。さあここはおっとアルタモノか、いやこれはブロックアウト、ブロックアウト取りました。最後はトーレスを使いました。結局このセットは15対10です。第1セットが16対14、第2セット15対9、第3セット15対10、セットカウント3対0、ヤオハンプロ世界選抜が全日本女子を下しています。なお本日の試合の模様は、ただいま試合が行われた女子が3時30分から、やはり個人技に光るヤオハンプロ、日本としてはいろんな課題が見出されたゲームでしたね。まず日本の課題はですね、サーブレシーブ、それからもうすぐつなぎの、緻密さですね。であとコンビネーションもう少し多彩にしないと難しいと思います。はい、で見習ってほしいのはですね、ヨハンプロの一人一人 の、はい、自立した姿っていうんですかね、きちんとしたスタンスを持ってバレーボールをしてますよね。だからこそコミュニケーションというか言葉の壁を越えられるんだと思うんですけども、ああいうふうに選手としてプロとしてのね、非常に意識の高さっていうのを全日本の選手たちも
もう持ってほしいという感じはありますね。はい、4月23日に全員が揃いました。そこからコンビを整えて、そして今日のゲームに臨んだんですが、やはり短期間のうちにまとめ上げた老平監督というのは素晴らしい監督ですね。素晴らしいですね。まあ、言葉の壁というのは大きかったと思いますけれども、それよりも、はい、まあ、戦術的なことと、いろんなまあ、マネジメントということで選手たちがついていこうという気になっているんだと思いますよ。はい、はい、敗れました全日本女子、このヤオハンプロ世界選抜の一人一人からいろんなものを学び取ったことでしょう。三谷優子さんの解説、実況松倉悦郎でお送りいたしました。